みについて考察したいと思います。4人は一体どんな話をしたのでしょうか。沖谷すばるの服装と全く同じなのです。8月31日から3週にわたってアニメ名探偵コナンで迷宮カクテル編が放送されました。すごかったですね。これは単行本95巻に収録されている話で、冒頭と最後に新一の家でアムルさんと赤井さんが銃を向き合っているシーンがあります。この後新一の両親である工藤優作と工藤由紀子が現れて笑顔で紅茶を勧めています。このシーンについてはファンの間でお茶会と呼ばれ話題になっているのですが、その中身については原作コミックスでもサンデーの連載でも未だ明らかになっていません。4人は一体どんな話をしたのでしょうか。連載で明らかになるのを待てばいいのですが、いても立ってもいられなかったので、今回はこのお茶会の中身について考察したいと思います。そもそもなぜアムルさんは工藤家に忍び込んだのでしょうか。それはアムルさんが新一の情報を調べるよう黒の組織から命じられていたからです。きっかけは以前我々もトリック検証をした紅の修学旅行での事件。死んだはずの工藤新一が事件を解決したということが世間に大々的に報じられてしまったのです。そのニュースは黒の組織の目にも入りました。そしてその直後、組織のナンバー2であるラムはバーボン、つまりアムルさんにメッセージを送りました。工藤新一の情報を要求する。タイムイズマネー、急ぎをバーボン、ラム。アムルさんはこのラムからの指令を受けて工藤家に侵入したのだと考えられます。そしてある夜、アムルさんは工藤家に忍び込むのですが、どうやって忍び込んだのかというと合鍵を作ったのです。その日の夕方、アムルさんはコナンたちと一緒に黒崎亭という店に行っているのですが、ここでランの財布を一瞬盗みます。ランがたまに工藤家を掃除しに行っているということ、ランは財布の中に毛利探偵事務所の鍵をしまっているということ、そして他の鍵も一緒に財布の中にしまっているということを知ったアムルさんは、工藤家の鍵もランの財布の中にあるに違いないと踏んだのでしょう。予想は的中したようで、その夜にアムルさんは合鍵を作って工藤家に忍び込んでいます。ここからが本題です。アムルさんは新一の情報を探るために工藤家に侵入しましたが、そこには赤井さんと工藤夫妻が待ち構えていました。4人はこの後どんな話をしたのでしょうか。まずはこのシーンを最初から詳しく見ていきたいと思います。アムルさんが工藤家に忍び込む直前に沖谷すばるが2階の窓から外を見ています。そしてその部屋の明かりが消えたのを確認したアムルさんは玄関のドアをそっと開け中に忍び込みました。しかしその時すでに赤井さんが玄関で待ち構えていたのです。この沖谷すばるとは60巻から登場した工藤家に居候している京都大学の大学院生です。住んでいたアパートが火事になってしまい困っていたところをコナンの提案で空き家になった工藤家に住み始めたのですが、実はその正体は変装した赤井さんです。このことはアムルさんには決してバレないようにコナンと工藤夫妻と協力して隠していました。2階から外を見ていた沖谷すばるが赤井さんの変装だとすると、2階から1階の玄関まで移動するのがちょっと早すぎますよね。ここで服装に注目してみましょう。窓から外を見ていた沖谷すばるとアムルさんの前に現れた赤井さんは服装が違っています。こんな短時間で変装を解くだけではなく服も着替えるなんていくら赤井さんでもできないですよね。そしてその後に現れた工藤優作の服装を見ると、先ほどの沖谷すばるの服装と全く同じなのです。このことから2階から外を見ていた沖谷すばるは赤井さんではなく工藤優作の変装だったということになります。しかしこれには一体どんな意味があるのでしょうか。考えられるのはアムルさんを油断させることです。沖谷すばるが2階にいることを確認したアムルさんはその直後すぐに玄関から忍び込めば沖谷すばると出くわすことはないと思ったはずです。このようにしてアムルさんを家の中に誘い込むという作戦です。そしてアムルさんは赤井さんが出てきた時に沖谷すばるの正体を見破られた時点で貴様の負けだと言っています。この発言からするに、アムルさんは先ほど2階にいた沖谷すばるは赤井秀一だと完全に思い込んでいるようですね。どうやら服装が変わったことには気づいていないようです。ちなみに我々も以前ドッキリという形で検証したことがあるのですが、人は他のことに集中していると他人の服装が変わっても気づかないものなのです。続いて赤井さんはこう言います。君が今日ここへ侵入することを全て読んでいたとしたらどうだ。赤井さんと工藤夫妻はどうやらアムルさんが工藤家へ忍び込んでくるのを読んでいたようです。その上で赤井さんは変装を解いてアムルさんの前に姿を現しました。つまり沖谷すばるの正体をバラしたというわけです。ここには一体どのような狙いがあったのでしょうか。新一生存のニュースが報じられた後、ロサンゼルスにいた工藤夫妻は急遽日本へ帰国しました。工藤優作は黒の組織のボスの正体を推理し、その結果コナンと共に黒の組織と対決することにしたのです。
その第一段階として、アムロさんに沖谷スバルの正体をバラし、お互いの話し合いでアムロさんをこちら側に引き入れようとしたのではないでしょうか。アムロさんが完全にコナンたちの側につけば100人引きですもんね。もちろんアムロさんが彼らの誘いを断り銃撃戦に発展したというケースも考えられなくもないのですが、96巻ではアムロさんも赤井さんも無事に登場しています。またアムロさんが黒田管理官に例の件はどうなっていると聞かれ、まだ何もと答えた時に赤井さんと工藤夫妻のことを思い浮かべていることから、やはりここで何らかの協定が結ばれたのだと考えられます。その協定の詳細は分かりませんが、黒の組織を倒すことが目的であるはずです。おそらく考えられるケースごとの行動指針を共有したのでしょう。それから工藤夫妻としては身長を守るためにこの計画を立てたので、コナンの正体が組織にバレないようにすることも含まれていると思います。このシーンの最後に工藤夫妻が登場し、紅茶を勧めています。紅茶メーカーのリプトンのホームページによると、紅茶を飲むと緊張が解け、脳が活性化し、会話力がアップするそうです。紅茶は良いコミュニケーションツールというわけですね。このことから考えるに、やはり工藤夫妻と赤井さんは初めから安室さんとお話をするつもりだったようですね。ちなみに紅茶に含まれるタンニンには老化を防ぐ抗酸化作用があると言われています。老化を防ぐ、工藤夫妻は紅茶を見せることで黒の組織が作った薬アポトキシン4869に若返りの効果があることをほのめかしているのかもしれません。ということはコナンの正体が新一であることもバラしたのでしょうか。さすがにこれは深読みのしすぎでしょうか。ところで工藤由紀子は安室さんに紅茶の種類をレモンかミルクかから選ばせていました。安室さんは一体どちらを選んだのでしょうか。考えられる選択肢としては、1レモン、2ミルク、3両方混ぜる、4ストレートで飲む、5紅茶を飲まない、6別の飲み物をもらうの6つです。このうち3と6は紅茶を勧めてきた相手に対して非常に失礼な行為ですので、紳士である安室さんがそんなことをするとは考えられません。4と5は個人の好みの問題でありますので、この選択は失礼には当たらないでしょう。では安室さんはどれを選択したのでしょうか。安室さんの心理面から考察してみたいと思います。この時の安室さんは工藤夫妻の登場に不意をつかれて激しく動揺しているはずです。安室さんとしては一刻も早く落ち着きを取り戻して赤井さんとの会話に臨みたいところです。であれば安室さんは最も落ち着くことのできる選択を取るはずです。先ほどのリプトンのホームページの情報から、紅茶を飲むと緊張がほぐれますので、まず紅茶を飲まないという選択肢は候補から外れます。レモン、ミルク、ストレートのうち最も落ち着くことのできる飲み方はどれなのでしょうか。ネットの情報によると、ミルクティーの効能は食後の血糖値の上昇防止、死亡率低下、ダイエット効果、アンチエイジング、ノロウイルス感染予防、便秘予防の6つ。レモンティーの効能はミルクティーの効能に加えてインフルエンザ対策、リラックス効果、骨粗鬆症予防の合計9つでした。今安室さんに必要なリラックス効果があるのはミルクティーではなくレモンティーでしょう。紅茶が持つ本来のリラックス効果はテアニンという物質によるものですが、レモンティーのリラックス効果はレモンに含まれるリモネンという物質によるものです。レモンティーはテアニンとリモネンによるダブルの効果で最も落ち着くことができそうですね。ゼロのティータイムで食べ物の効能に関する豊富な知識を披露している安室さんなら、この情報を知っているはずですので、安室さんが選んだのはレモンティーだと考えられます。以上が今回の考察となります。最後におさらいです。安室さんと赤井さん、工藤夫妻がお茶会で話した内容とは、安室さんに沖谷スバルの正体をバラした、黒の組織を倒すと同時にコナンの正体が組織にバレないようにするための行動指針を共有した、安室さんはレモンティーを飲んだの3つです。あとは連載でお茶会の本当の中身が明らかになるのを待ちましょう。赤井さんと安室さんが協力して黒の組織に立ち向かうと思うと楽しみでなりませんね。ありがとうございました。